五国寺は、京都市山品区竹花にある日蓮宗の寺院である。三号は、両高山。九本山は、京都明殿寺。有志法園。1872年までは、僧侶の教育機関である、山品団林であった。五国寺は1643年、京都市左京区にある、本山明殿寺14世、星正院比喩によって、 新言衆五国院の跡地に改装された。日伊佐は学徳高く、常に学室道場の必要を感じて、落中北家二十一家事の一つ、本山明殿寺に歴世となるや、現在の京都市山市区竹花に新言衆の古刹五国院の廃寺跡ある時区に及び、これを求めて一羽を混流した。これが今の五国寺である。また、 日蓮宗の僧侶教育機関である、山下男林として1872年まで200、数十年間機能した。史上高史術の室、病へ因伝療法日、明る大師は不覚非勇に消えし、怪奇団落ちとなる。紀州徳川家二代藩主、徳川光貞の室、安宮照子は、一族膨大のため、宗門、学徒領を寄進。さらに時の天皇、 ごみずの天皇の中宮の東福門院は非イサムを召して、ホッ行を受講し、深く慶子法上、大行動を起信。また、自ら塗った菊の御門、金門下駄を歌手された。日蓮宗初の金門下駄と伝わる。以後、山品断林の歴代家手は、着衣を許され登壇した。1872年に、山品断林が廃止されると、20年間住職が、 常住せず境内は荒れ果てた。同年、廃物希釈により学、学質学量を失う。1892年に、東恩院悲髄が入事するに及んで、荒れ地を開墾し、資材を投じて首老、板頭領、土蔵を移転修理。妙剣道を改修。在職25年、その功績から中高の祖と仰がれる。毎年この地は、 水不足で苦労する土地であった。村民たちは、揚水工事を五国寺に懇願し、五国寺の僧侶と一体となって、揚水を地下埋設水路によって導水する、画期的な工事を完成させた。時期は1690年と伝わる。これを、男女、揚水という。以来314年、男女揚水は、昭和初期まで夏は冷たく、冬は暖かい、清らかな水が、 感一杯にあふれ、地域の人々の生活を支えてきた。近年地下鉄工事によって枯渇してしまったが、由緒ある史跡を憂い、保存会を立ち上げ、男女の水として回収された。なお、男女とは、山品男林の別称である。現在、当地には、上行菩薩が祀られ、近隣交流の核として機能している。山条通りと、第五街道の交差点に、馬場があったが、 1900年頃に消滅した、境内地を2分する街道が通ることとなる。1819年竹花村で三条街道に面する一軒の持ち屋が商売を始める。明治元年まで営業していた。ありがとうございます。